アロイストマス・ライムント・フォン・ハラハは、オーストリアの貴族、帝神、外交官、伯爵。オーストリア領ナポリ副王及び、シチリア副王、フェルディナント・ボラフェントラ・フォン・ハラハ伯爵の4、男として生まれた。カール・フォン・ハラハの彦で、ザルツブルク大司教フランツ・アントン・フォン・ハラハの弟に、当たる。1694年に神聖ローマ皇帝のドレスデン駐在公使となり、 1697年から1700年にかけてマドリード駐在講師を務めた。1711年にドレスデン駐在講師に復帰し、その後もベルリンやハノーファーの選定講級邸に皇帝施設として派遣された。1715年から1742年にかけ、ニーダーエースターライヒ衆議会の議長の座にあった。1728年に、 ナポリ複王及びシチリア副王に任命されて南イタリアに赴任し1733年にシリ添くまで認知で多くの美術品を収集した1734年以降亡くなるまでウィーンの国務会議の議員に名を連ねた建築家のヨハン・ルーカス・フォンヒル・デブラントの注文主としても知られブルック・アンデアライタのプルック城やウィーン・ウンガル合ガ戦通りの原ハ宮殿を ヒルデブラントの設計により建設させた。生涯に3度結婚し、最初の妻との間に5人の、2番目の妻との間に10人の、子女を設けた。3番目の妻は、ヨハン・ベンツェル・フォン・ガラス伯爵の未亡人だった。イツオのフリードリヒ・アウグスト・フォン・ハラハは、ネーデル・ラント総督を、旧男のヨハン・エルンスト・フォン・ハラハは、ノイトラ司教を務めた。ウィキメディア・コモンズには、 アロイスフォンハラハに関するメディアがあります。ありがとうございます。